上久保康彦先生、まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、ひょっとしたらね、知らない方も見えるかもしれないので、ちょっと簡単に紹介させていただきたいんですけども、実は2020年の3月頃にですね、2020年というとコロナ元年です。まだ1回目の緊急事態宣言が、出たか出なかったか、まあ、そのぐらい、まあ、その2020年の3月の時点でもう論文をですね、出されたんですね。で、その時点で結構世界中の、インフルエンザとの流行をね、解析してですね、実はインフルエンザと新型コロナが、ウイルス干渉を起こしているという説を唱えられた先生ですね。そして実は2019年、ね、2020年からコロナが日本で流行ったとなっているんですが、実は2019年の12月の時点では、ウイルス干渉を起こしていて、実はインフルエンザがですね、途中で抑制されてるんですね。変なね、グラフの出方がしてるんですよ。2019年から2020年の、にかけてですね、通常であればインフルエンザってボーンボーンって上がって下がるんですけれども、上がって下がって、また上がって下がってっていう、まあ、例年に比べるとすごく流行が少ない年だったんですね。それは、ウイルス干渉が起きてたんじゃないかということで、まあ、ウイルスの縄張り争いみたいなものですよね。で、2019年の12月から、実は新型コロナが流行していたと。で、その時にはまだ中国とも何も渡航制限もしてないですし、まだそんなに誰もコロナのことで過剰に反応もしてなかった時期なので、まあ、その時点でたくさん中国と日本も、人が行き来していて、日本にも入っていたんじゃないか。まだ弱毒タイプのものが入ってきたんじゃないかという説を唱えられていたんですよね。だから2019年の12月、そして1月、2月とね、もうその時点でかなり日本にも流行していた。そして、それプラス、またそのいわゆる武漢株と言われている、まあ、G 型というものが、3月ぐらいに流行って、それでまたある一定数流行したと。それでほとんどまあ日本では集団免疫が獲得できたんじゃないかということで、まあ普通通りの生活をした方がいいということを唱えられていた先生ですね。で、僕はですね、一番最初に上久保先生のことを知ったのが、松田学さんの YouTube チャンネルにゲストで上久保先生が出られていて、それを見たのが、多分確か一番最初だったんじゃないかなと思います。番組を見てですね、この説が多分間違いないだろうということで、今まで疑問に思っていたことがストーンとこういろんなことがね腑に落ちたんですよね。で、これだと思って、もうあの動画をね何回も見直して、すごい自分の中に落とし込んで、そして上久保先生のその当時の説をですね、素人の人たちにでも分かりやすく解説しようという、コンセプトで、動画を撮ったんですよ。で、その当時僕も2020年の多分3月ぐらいから、YouTube で少しずつこのコロナ関係の動画を発信するようになってるんですね。まあ、初めはね、あんまり不安になりすぎなくてもいいんじゃないのとか、よくね、冷静に考えたら、そこまでメディアが報道するほど、過剰にね、報道するほど、まだそんなに感染者数も、重症者数も、死者数も、まあ、実際少なかったじゃないですか。今振り返ってみると2020年の3月4月ってね、全然少ないんですよね。こうグラフにすると本当にさざ波じゃないけども、地べたを這いつくばってるような感じです。だからそこまでも正しく知って正しく恐れることが大事だよと。客観的に怖いとか不安とかっていうのは感情が反応してるだけであって、感情とは別に頭で客観的にデータを見て、正しく恐れて、正しく楽観的になるっていうのをね、そういうのが大事だよねっていう話を結構最初の頃してたんですよね。でもその話をしながら少しずつ、でもなんかおかしいぞと。今回の騒動は、あからさまにメディアの報道の仕方がおかしい。政府の方針がおかしい。いろんな専門家の先生の話がおかしい。いろんなことはおかしい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 がいっぱい疑問点が出ていて、いろんなことを調べたりとか、いろんな先生の話を聞いたりしてたんですけど、一番ストーンと落ちたのが上久保先生だったんですよね。これだと、もう直感と今までこう疑問に思ってたことがストーンと結構ね、腑に落ちたところがあって。で、それで、その3年前に初めてその専門家の先生の話を僕が、勝手に、その時は上久保先生と もちろんつながりもなかったですから、勝手に僕が解説するっていう動画を撮ったんですよ。上久保先生の話が、ご自身がね、話されている動画っていうのは、YouTube 上では多分、
ほとんど削除されてると思います。で、その松田学さんと富久保先生の対談動画も YouTube に残ってないです。ニコニコ動画とかには残ってるのかもしれないんですが、YouTube には残ってないんですよね。しかし奇跡的にですね、僕も過去に28本動画を削除され続けてきましたけれども、富久保先生の説を解説した動画は実はまだ残ってるんですよ。3年前です。3年前の2020年の8月に多分動画投稿してるはずです。今でも本当に覚えてるんですが、富久保先生の話をこう解説する動画を撮るときに、やっぱりね、怖さがあったんですね。この素人の僕が専門家のね、医学的なことだったりとか、そういうことを話すっていうことは、当然批判の対象になるだろうなと思ったんですよ。要は不安を煽りたい側の人たちもたくさんいたわけですから、そういう人たちから、攻撃を受けるんじゃないかとか、素人がそんなことを話すなとかね。まあ、そういう意見はね、結構いただくんですよね。その当時、すごく多かったです。素人が話すことじゃないとかね。お前は何様だみたいなのとかっての結構言われ続けてきたので、やっぱり怖かったんだけれども、やっぱこれはね、もう今振り返ってみると、もうここですよ、ここ。もう頭ではそんなのやめといた方がいいんじゃないかとか、素人もが話すことなんてやめた方がいいと思ってるんだけど、これはなんか多くの人に知ってもらわなきゃいけないっていう、こう使命感みたいな、こう内側から湧き出るものが結構あったんですね。その今ね、編集とかやってもらってる友人のモッチーにも相談したりとかしながら、でも、とりあえず動画撮るだけ撮ってから決めようと思ってね、撮って、それを前編後編に2つに分けて公開してあります。これ過去の動画、遡っていただくと、まだ動画残っています。ただ、その頃はですね、僕もまだ話し慣れていなかったので、僕も過去の動画を振り返って3年前の動画とか見ると、非常に話がね、長いです。それだけ、覚悟しといてください。もうちょっと短くできるだろうみたいな、話し方をしているんですけれども、ただ内容的にはね、富久保先生がどういう説を唱えていたのかっていうのは、なんとなく、分かってもらえるんじゃないかなというふうに思います。で、当然その中には、プラスのコメントもたくさんいただきましたが、予想通りですね。まあ、いろんな反対の意見もいっぱいいただいたりもしました。だから僕にとって、結構こういう話をする分岐点になったきっかけがやっぱり富久保先生なんですよね。で、やっぱりその後、まあこの3年前の8月に、そういう話をして、でもその後ね、いろんなことがこの3年間の中で後から振り返ってみると分かることがあるじゃないですか。例えば今は2019年から、実は新型コロナウイルスは、もうかなり流行していたっていうのは、いろんなところから出てるんですね。話題が。もう日本だけじゃなくて、海外でもそういうふうに言われているのが今主流になっていると思います。だから、2019年の12月とか、2020年の1月頃に、誰か書いてくれてますね。変な咳が出る風邪っていうのがすごく流行ってたんです。2019年の11月、12月頃から、2020年の1月ぐらいに、変な咳が長引くような、変な風邪がね、流行ってた。だから、振り返ってみると確かに私もそんな時があったなっていう方って結構多いと思うんですよ。もう一つがそのウイルス干渉っていうことに関して、インフルエンザと新型コロナウイルスが干渉し合ってる。縄張り争いをしていて、インフルエンザが抑制された。だから2019年から20年にかけてもインフルエンザ少なかったんですね。そして2020年から21年の冬、21年から22年の冬もインフルエンザほとんど流行しなかったんですね。で、これは新型コロナが流行っていたんじゃないかというふうに言われているんですけれども、実はそれも、そのウイルス干渉ということに関しても、実はかなり批判している否定的な専門家の先生が多かったんですね。そんなことあるわけないとか、2019年から20年にインフルエンザが抑制されたのはたまたまだとか、温暖化だったからだとか、他の原因だとかね、そんなことはないっていうふうに批判的な専門家の先生が多かったんですが、これある時ですね、東京大学が論文を出しまして、世界20カ国を調査して、同じ地域で同じ時期に、インフルエンザと新型コロナウイルスの同時流行は起きていなかったという論文を出してるんです。日本だけじゃないんですよ。世界中で同時流行してなかったっていうことを論文で発表しちゃったんです。で、もちろんそこの論文の中にはウイルス干渉という言葉は書かれてないです。書かれていないけれども、結果的にインフルエンザと新型コロナウイルスっていうのは同時流行、同じ時期に同じ場所で同時流行はしていない。という、結果的ですよ。
結果的に振り返ってみるとそういう事実があったということですよね。ということは上久保先生が捉えられていたウイルス干渉の説っていうのは非常にですね、これは当たっていた可能性が高いということになるわけなんですね。しかもね、もうすでに日本はもう集団免疫を獲得していたっていうのもかなり否定的でね、そんなわけないみたいなふうに言われていたんですけれども、まあそれを考えると、まあその可能性は非常に高いっていうのと、よく考えてみると皆さん、2020年、日本はですね、世界ではもう相当感染者数も増え、重症化数、死者数もね、ヨーロッパとかアメリカではもうすごい数字でした。そして日本もね、2週間後にはニューヨークみたいになるとか、もうちょっとしたらヨーロッパみたいになるからとかって言ってね、非常に不安を煽っていた先生たちがいますが、2020年は日本は全く流行しなかった。そして、死者数もめちゃくちゃ少なかった。もちろんゼロじゃないですよ。多少はもちろん流行してたんですけれども、他の国に比べると、もう G7、他の G7 のグラフと比べると、ほとんど地べたを這いつくばってるわけですよ。2020年はね。だから感染者数も実際少なかった。そして重症化する人とか死者数も2020年は日本も極端に少なかった。さらに、インフルエンザがウイルス干渉で流行しなかったので、抑制されてたので、実はインフルエンザとかそういう他の病気で感染症とか、要は肺炎で亡くなる人もすごく少なくなってしまったって言ったら変ですね。少なかったので、2020年は実は、日本っていうのはトータルの死者数がめちゃくちゃ激減したんですよ。で、普通だったら日本は高齢化社会と言われているので、毎年2万人前後ぐらい、死者数が増えていくんですね。少し前だと138万人ぐらい。で、1年経つと140万人とか、2万人ずつぐらいは増えていくんだけれども、なぜかその年だけ2万人増えるどころか1万人ぐらい死者数が減っちゃったんですよ、トータルの1年間の。ということは、トータルで3万人ぐらい減った。本当だったら2万人ぐらい増えててもおかしくないので、トータルで言うと3万人前後ぐらいね、死者が減ったってことなんですよ。例年に比べると。そんなに例年よりも死者が減ったのに、あの2020年のあの恐怖や不安を煽っていたような報道は何だったのかっていう話じゃないですか。そこをメディアはまず反省してほしいですよね。そしてなぜか2021年、何かがスタートした時期から、やっぱり急にね、感染者数とかが増え出しているっていうのが非常に不思議な現象です。もちろんそこに関しては、もちろんいろんな意見があるでしょう。それは僕はきちんと繰り返ってね、決めつけるわけではなくて、いろんな可能性を客観的に、振り返ってね、調査するべきだと思うんですね。超過死亡の原因、一つとってもそうです。全部があれのせいとかっていうわけじゃなくて、じゃあなんでこんなにも2020年は減ったのに、2021年には急激に増えて、異常なぐらい2021年増えた。しかし2022年はその異常に増えた2021年をさらに上回って、過去にないぐらい、まあ2021年も過去にないぐらい増えたんですが、2022年はさらに増えたんですね。激増している。そして2023年も、実は2022年と同じぐらいの増え方をしているので、まだ増え続けているってことなんですよ。昨年に比べればそんなに変わってないんだけど、昨年が異常なぐらい増えたわけだから、それと同じぐらいっていうことは、異常なぐらい増えてるってことなんですね。だからそれは日本にとっても本来であれば、すごく大きな問題なので、それを、政府や厚生労働省とかいろんな専門家ね、そこに対して、きちんとね、調査しなければいけないわけなんですが、それをね、ほとんどしない、話題にしないっていうのは非常に怖いなというふうに思います。さらにですね、日本の理研ですね。理化学研究所。理研もある時論文を発表しました。コロナウイルスっていうのはもともと新型コロナウイルスの前に旧型のコロナウイルスっていうのがまあ4種類ぐらいこう土着であったわけですね。それはまあ僕たちは共存してたわけです。コロナウイルスとともに。普通のいわゆる風邪だったわけですよね。その旧型のコロナウイルスに対する免疫の一部が実は新型コロナウイルスにもそれ働いていた。有効だったっていうことを論文で発表したんですよ。交差免疫っていうんですが、他のウイルスに対する免疫がたまたまかどうかわからないですが、新型コロナウイルスにも免疫が効いていたということを理研が発表したんです。ということは、ただ単に新型コロナが流行して集団免疫を持っていただけではなくて、そもそも日本とかアジアは2020年っていうのは結構感染者数少ない国が多かったんですね。ヨーロッパとかアメリカに比べると。もともとの土着のコロナウイルスっていうのはアジアは結構ベースに流行していたと言われているので、そのもともと旧型のコロナウイルス
と共存していた地域の人たちは、実は、新型コロナウイルスに対してある程度免疫を持っていたんじゃないか、働いていたんじゃないかっていうことも、まあ論文で出ているわけなので、それがどの程度かっていうのはちょっとわかんないんですが、そういう可能性もある。だから、実は最強だったわけですよね、僕らは。土着のコロナウイルスに対する免疫も効いてる。交差免疫が効いていたし、今の新型コロナに対しても、もうある程度流行、2019年から流行してた免疫を持っていたっていう、最強の防御策を持っていたんですよね。人間が神様からもらった本当に素晴らしい免疫という機能をもらっていたのに、それが何かのせいで崩されてしまって、力関係がおかしくなってしまっているんではないかというのが、2021年から2022年、そして2023年という可能性があるということですよね。だからその辺のところを本当にですね、これ同じことを繰り返してほしくないので、振り返って検証してほしいな。なかなかね、政府とか専門家はそういう話をしないので、やっぱり僕たちがきちんとそういうことをね、積極的に勉強して考えていかなければいけないなと思います。で、それが、そうですね、今書いていただいてますが、ファクター X。まあ日本には何かファクター X があったんじゃないか。これだけ感染者数が増えない。何か、それは何なのかっていうことはいろんなことが言われていました。最初の頃はね、僕もね、なんか日本人はこう綺麗好きだからとかね、よく最初の頃言ってましたよね。手洗いとか、うがいとか、マスクとか、みんなしてるから、そういうので防げてるんだ、みたいなことを言っていた。まあ、それもね、ゼロじゃないかもしれないんですけれども、もっと大きな、多分ファクター X があったんじゃないかなというふうに思います。それが、やっぱり上久保先生がおっしゃられていたことだったりとか、理研が発表した交差免疫的なことだったりとか、まあそういうものが、やっぱり大きいんじゃないかな。ちょっとやそっと何かやったぐらいで急激に減るもんじゃない。そしてもし、綺麗好きとかね、手洗い、うがい、マスクで防げてるんであれば、2021年以降もそれで防げていなければ、ちょっと理屈的におかしいなというふうに思いますので、やっぱり、それ以外のね、何かが働いていたということなんじゃないかなと思います。